佐々木朗希さん、弱いチームから逃げまくっていた。こちらすでに貼られたデータ、佐々木選手はオリックスとソフトバンクのみ4試合、その他は1試合以下になっております。めちゃくちゃ露骨に逃げて A クラスのチームにだけ投げててくさ。ロッテと対戦しないのは卑怯だな。どうせマリンで投げたいからっていう理由だろ。このザコ P ソフトバンクとかいうザコに負け一歩手前まで追い詰められてたよな W。正直金満球団に1失点なのはさすがだわ。打線が奮起したのは9回だからまあしゃあない。楽天は謎に佐々木に強いからそこは正しい逃げ方。B クラスから逃げ回って A クラス狙い撃ちで稼いだ数字なんて価値ないよ。楽天から逃げすぎやな、打たれまくるから。ガチでメジャー行けばサイヤング取れるやろ。昨日のフォークはエグかった。あれはメジャーでも武器になるわ。楽天というか絶命が苦手なんよな。マリンだと普通に抑える。どうせ宮城に会いたいっていう理由だろう。昨日は中4で調子悪そうだったけどさすがだわ。だからこいつ投げると期限後少ないんやな。大谷って確かソフトバンクに通用しなかったような。150キロ超えたらどれも同じとか言われて、佐々木朗希ってもしかして大谷より上なんか。佐々木が投げると発達が興奮して必ずすれ立てるよな。チャップってほんと気持ち悪いわ。マリン戦なのはロッテからは逃げないという覚悟の表れなんだよね。こんだけぶつけといてなんでオリックスに負け越してんねん。実際楽天から逃げてる左が多くて四球取れる打線は苦手やろ。ご視聴ありがとうございました。